ヤンゲンスポールはニューカレドニア北部州のコミューンヤンゲンをホームタウンとするニューカレドニアシュペールリーグに加盟するサッカークラブ1997年に創設2013年国内カップ戦のクープドカレドニーで初タイトルを獲得2015年国内リーグで1位となったもののリーグ戦終了後に規定違反があったとして 勝ち点を7点剥奪される処分が下され、エースマゼンタを下回って2位に転落。一度は掴んだと思われたリーグチャンピオンの座を逃した。2017年2月、OFC チャンピオンズリーグに初出場。11月、創設20年目にして、初のリーグタイトルを獲得。2019年、2度目の参戦となった OFC チャンピオンズリーグでは、 準決勝で前回大会王者、ニュージーランドのチームウェリントンを2の0で下すと、決勝戦では、エースマゼンタとのニューカレドニア勢同士の対決を1の0で制し、クラブ史上初の国際大会優勝を飾った。また、この結果により、ニューカレドニア初のオセアニア王者として、FIFA クラブワールドカップ2019への出場権も獲得した。さらに、10月には、カップ戦を、 11月には国内リーグを続けて制覇し、単一シーズンでの主要タイトル3冠を達成した。ありがとうございます。